テラスタルによって有用になりそうな死に特性。スピンロトムの浮遊。浮遊は地面技が当たらなくなる特性ですが、飛行タイプを含むスピンロトムは元から地面技が無効なので完全に死に特性でした。実質特性なし。でもテラスタルを使えばタイプが変わるので、地面弱点のタイプに変化したとしても、浮遊で地面技を無効化することができるわけです。これはスピンロトムの時代が来たわね。でも水ロトムとかの方が普通に採用率高そう。原種末魚の柔軟。柔軟は麻痺にならないという特性ですが、電気タイプを含む末魚は元から麻痺が無効なので死に特性でした。でも SV からは、テラスタルでタイプを変えても、柔軟で麻痺にならなくなるので柔軟が活かせます。これは末魚の時代が来たわね。4速の末魚で麻痺不正でもあんまり意味なくね。最後に、特性ではないのですが、テラスタルで有用になる技も紹介します。それがブラッキーのシンクロノイズです。シンクロノイズは、自分と同じタイプのポケモンにしかダメージを与えられない、っていう効果のエスパー技なんだけど、エスパー無効のブラッキーにとっては完全に死に技でした。でもテラスタルでタイプを変えれば、相手次第でシンクロノイズを打てるようになるので、これはシンクロノイズブラッキーの時代が来たわね。と思ったら剣盾の時点でシンクロノイズがリストラされてました。時代が来る前に時代が終わった。